皆さんはマウンテンゴリラが絶滅危惧種に分類されていることを知っていますか？そんなマウンテンゴリラを最も多く保護している国がウガンダです。自然保護の成功例として世界から注目されています。20世紀中盤、マウンテンゴリラの個体数は全世界で250頭と推定されていました。危機に瀕するようになったのは、生息地の破壊、密猟、地域の政治的不安定さによるものです。また、20世紀初頭にゴリラは狩猟の対象となり、その数は急速に減少しました。そこで、ウガンダ政府は密猟者に対する厳しい罰則の導入など、積極的な保護案が講じられました。また、保護においては DNA 登録制度を導入し、個々のゴリラの識別と健康状態の監視を効果的に行ったり、ゴリラの名前の付け親識をするなど大切に育てることにより、ウガンダのマウンテンゴリラは現在1063頭まで増加しました。